さあ、ということでですね、100エーカーの森を、探索し終えましたので、いよいよ首都さんに話しかけようと思います。まあ本題ですよね。はい、ということでセットまたしてもらいましょう。ちょっと待ってな。ちょっと取り付けてくるぜ。お願いします。サフェ！最初の約束を忘れたのかい？怖い顔や寂しい顔はダメだってば。ドナルドは不安じゃないのか？王様の手がかりも見つからないし、心配だろ。王様は鍵を持つ者と一緒に行動せよって言っただ。だから空と一緒に行けば必ず王様に会える。そう信じてるから大丈夫さ。信じるか。信じてる。あれ？どうしたの？なんでもない。カイリ、俺を呼んだのか？さあ、ということで、回想シーンみたいな感じですね。カイリとおばあちゃんのムービーですね。ナビゲーションゴミは取り付けておいたぜ。でもよ、あそこはもうハートレスの住処になってるはずだ。行くなとは言わねえが気をつけてな。それとこれ持ってけ。チェンジ組ですね。というわけで、これにて、新しいワールドに行けることができるようになります。では、早速、向かっていきましょうか。ハートレスの住処。って言ってたんですが、本当にそんなようなワールドになっておりますので、もう本当に注意を払った上でしっかりとね、
やっていこうと思ったんですが、世界の扉と勘違いしました。三番街でしたね、こっち。こっちですね。うん。全然違う扉ですもんね。ごめんなさい。で、今のイベントを見ることによって、新しいワールドの切り口が見えるというか、なんというかなんですが、細かい探索とかも、まあ、ここでするタイミングと言ってしまえばそうなんですが、ひとまずはストーリーを優先していこうと思いますので、お次のワールドに飛び立とうかなと思います。ここですね。今までが7個ですよね、星。えげつないですね、なんか。10ですね。今までが7が最大だったんですが、おそらく。というわけで、ここに向かおうかなと思いますので、まずはネバーランドに飛びましょう。さあ、ということで着きましたよ。というわけでお次のワールドはこちらですね。ホローバスヨンですね。こちらのワールドは、まあ今までと違いまして、トラバースタウンとか、まあそのあたりに近いんじゃないかなと思うんですが、まあ、オリジナルという、オリジナルのワールドっていう意味合いのわけなんですが、原作が何かとかではなくオリジナルのワールドでございます。ねえ、見て見て。俺、ここ知ってる。あれ？変だね。知ってるはずないんだけどな。胸のこのあたりがあったかくなってさ。お腹が空いてるんだよ。楽観的ですね。さあ、ということでホローバスティオンですね。まあもう一度言いますが、オリジナルのワールドだったと思います。さあ、一応セーブしましょうか。セーブしてませんからね。さあ、ということでセーブが完了しました。ですね、まあ実はちょっと前とかにちょっとだけムービーでここの場面が流れていた、そんなような気もするんですが、あとですね、このアバに入れます。水中を確認できたりもするんですが、まあひとまずここは乗り継いでいきましょう。まあグライドあると超楽です。こっち行けるかな。 OK、 いけた。さあ、子犬ですね。91番目とか出たからだいぶすっ飛ばしてんな。うわー、危ない。結構操作が大胆になってるので気をつけたいところですが、こっちも行けるよね。ここ届くかな。ちょっときついか。あったー、ラッキー。船もなく、ハートレスの力も借りず、どうやって来たんだ。私は信じた。ただそれだけだ。私たちの世界が闇に飲まれたあの時、さらわれたベルのもとへ私も行くと誓った。そして私はここにいる。ここに必ずベルがいると信じている。ベルを返してもらうぞ。力ずくで奪ってみろ。
行く。ソラ、遅かったな。待ってたんだお前を。俺たちはいつも何かを取り合ったんだ。お前は俺のもの、俺はお前のもの。リク、でももう終わりにしようぜ。勇者は二人いらないんだ。何が言いたいんだリク。キーブレードが答えてくれる。本当の勇者が誰か。マレフィセントの言った通りだ。お前にカイリを救うことはできない。秘密の扉を開き、世界を変えることができる本当の勇者だけがキーブレードを使いこなせる。それがお前だっていうのか。俺は今までそのキーブレードで戦ってきたんだ。俺に会うまでの暇つぶしだったのさ。ソラ、お前の出番はもうない。このおもちゃで勇者ごっこがお似合いだ。アウフィー、来た。お世話よ、ベーヘーヘル。ああ、そりゃ、鍵を持ってるのは肉だけど。でも、ソラ、エヴァ。動いちゃダメだ、そんな怪我で。お前は何のためにここに来た。私は戦うために来た。たった一人でもできることはある。私はそのためにここへ来た。俺は帰りに大切な人に会いに来たんだ。さあ、ということでですね、ドナルドとグーフィーが離れてしまったんですが、これよりビーストが仲間になります。まあ皆さんご存知の通り、美女と野獣のキャラクターですよね。というわけで、しばらく二人で進めていくことになります。ここ取ろうか。よいしょ。やや若干武器に心配な要素があるんですが、まあここはね、敵が登場した時に詳しいことはわかると思うので、その時に説明しようかなと思います。ここから乗り継いでった方がいいかな。ちょっとカメラがよいしょ。さあ乗り継いで先に進んでいきましょう。さあいよいよ中へって言いたいんですが、倒すことができないんですよ、このキーブレードでは。なのでしばらくの間ビーストに頼んで倒してもらうことになります。強いよねビースト。さあ頼んだビースト、僕は回復することしかできないんだよ。頼んだ、経験値をくれ、俺に。本当ダメージ与えないからな。
応魔法なら大丈夫なんだ。かといってな、あんまり無駄遣いもできないので、まあこんなものでいいかな。というわけで扉は閉ざされていると出てますね。というわけでですね、ここ落ちてしまいます。下にもちゃんと道があるので大丈夫です。ここから探索をしていくことになりますね。なのでひとまずとりあえずここもちょっと頼んで、なんとか頼んで倒してもらいたいんですけど、もういいか、下行っちゃおうか。さあということで水路みたいな場所に出てきたんですが、こちらの探索からですね、とりあえずセーブしましょうか。さあということで、ここで頼むコマンドを使うことによってビストに破壊してもらうことができます。これをうまく使いつつ探索をしながら進めていくという感じなんですが、ほぼ迷路ですね。もう壊せて、壊せそうなもんだったらどんどん壊してもらいましょう。一瞬なんだけど、一瞬なんだけど、強いなビースト。さあということで、まあこうやって解除もしながら進めていきます。どん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 ね、行ける場所が増えていくので、でここかな。大丈夫かビースト、突っかえてるんだけど。でここですね。で戻ればよかったかな。戻るっていうか戻るんだよね。でここからは、ここからはどうするんだっけか。これでよかったっけ。あー敵だ、ビースト、ビースト頼んだ、すまんビースト。すまんビースト、500マニーで手を打ってくれないか。ありがとうビースト。さあということでこれで大丈夫ですね。ではでは戻りましょう。これで扉が開いているはずですので、向かっていこうかなと思うんですが、ここはちょっと倒してもらおうか。いけるかいビースト。OK かな、もういいかな。じゃあ入っちゃいましょう。プリンセスたちよ、鍵穴を呼び出しておくれ。
ここから先は奴らの手の内だ。覚悟はいいか、ベル。なぜ帰らなかった？俺はカイリに会いに来たんだ。闇の力で消されたいのか？俺の体は消えるかもしれない。でも心は消えない。俺の心は仲間とみんなとつながってるんだ。それなら俺が試してやる。